私も3つ。みずきちゃん、仕上げ入れる？ちょっと待って、最初に上がってた3つの仕上げがまだ終わってないから。ここのクリームはこれんだよね。2、3、4、5っと。よし、できた。我ながらなかなかの出来栄えだね。今焼いてもらったやつも仕上げ入るよ。ほんと？それなら私も一旦焼きは落ち着いたし、クリームの方手伝って。なんかあった？このお皿の端っこのクリーム、ちょっと潰れてないかな？確かに他のよりはちょっとだけ低いかもしれないけど、そんなに気になるかな。それにメインの真ん中のリボンのとこはどのお皿よりうまくできたと思うし。ダメです、やり直しです。結構うまくできてると思うのに。今みたいに忙しくなると全部を一番いい仕上がりにするのが難しくて、つい手を抜いちゃうお皿もあるかもしれないけど、私たちにとってはたくさんのお皿の中の一枚でも、お客さんにとってはその一枚が全てだから、どんなに忙しくても手を抜かないこと、その時の全力をその一皿にぶつけること、それがこのカリーノカリーナの方針なのです。全力を一枚にぶつける。確かにそうだね。僕も自分で何かを作るときは小さなとこにも表現こだわるし。分かってもらえてよかった。私も最初に店長から聞いた時、厳しいなって思ったんだけど、お店で働いてみてお客さんの笑顔を見てたら店長の気持ちが分かったんだ。そうだね。誰かに届けたいものを作るときは全力でやるべきだし、そうしないと作り手の思いも伝わらないよね。よし、やり直すよ。僕も最高の盛り付けする。おお、その息だ。じゃあ今からクリームを直す方法を教えるね。この潰れちゃったところをこうちょちょっと。へえ、すごい、本当に綺麗に治っちゃった。でしょでしょ、次から失敗しちゃったらこの方法でやればいいから。じゃあ早速次のオーダーを。今悲鳴みたいなの聞こえなかった？